ワンパクダック夢冒険、またはダックテールは1987年から1990年までアメリカ合衆国で放送されていたディズニーテレビジョンアニメーション制作のテレビアニメであるスクルージ・マクダックとドナルド・ダックの甥いヒューイ・デューイ・ルーイの三つ子が主役の彼らが巻き起こす騒動や財宝をめぐる冒険家族愛を描いた作品ディズニーからアニメーション制作委託を受けた 東京ムービー新社により、1987年9月から1988年1月まで、全65話、1988年11月から1989年3月まで66から75話、1989年9月から1990年2月まで76から93話、1990年9月、同年11月まで94話から100話が制作。 放送された。シーズン1で全65話放送され、人気を得たことで35話が追加され、合わせて100話になった。追加分は1989年から1990年まで放送されたが、ディズニーはすでに定型を解消していたので変更された。本シリーズの劇場版、ダックテール・ザ・ムービー、失われた魔法のランプが1990年に公開された。 日本では映画館では公開されず、テレビ放送やソフト化にて、初めて国内にて公開された。1980年代に制作されたディズニーのテレビアニメでは最も成功を収めた作品であり、全100話という話数は、同社のテレビアニメ中最も長いものの一つである。本作の成功を受け、ディズニー社は、チップとデールの大作戦などの既存のキャラクターを利用した。 新たな作品やダックにお任せ、ダークウィングダック、テールスピン、クワックパックなどの派生作品を企画、制作した。2017年8月12日より、アメリカのディズニー XD にて、本作のリブート版となるダックテールズが放送開始され、日本でも2018年2月より放送が開始された。日本では、 ワンパクダック夢冒険の放題で、1988年4月4日から1989年3月27日まで、テレビ東京系全国ネットのアニメ枠、ディズニー劇場で放送。ナレーターを務めていたのは、山寺光一で、山寺は、真の状況説明などのほか、キャラクターにツッコミを入れることもあった。また、CM に入る、サイのアイキャッチに、チャンネルはそのまま、 ダックという決まり文句があった。ビデオソフトは当時日本国内におけるディズニー作品のビデオ販売を手掛けていたバンダイから伝説の黄金と地底探検の2本が発売されている。テレビ、東京系列以外では富山テレビ、琵琶湖放送、南海放送にてそれぞれ放送されていた。2004年からは未放送エピソードを追加した完全版が2004年。 ワウワウのディズニーアニメ枠にて、ダックテールとして放送された。この際、放題に加え各キャラクターの配役も変更し、テレビ東京で放送済みのエピソードも再度吹き替えが行われた。一部のエピソードを収めたビデオソフトがブエナビスタジャパンより数本発売されている。2005年には上記の映画を日本語吹き替えしたダックテールザムービー。 失われた魔法のランプの DVD 発売、レンタルが開始された。後にディズニーチャンネルなどでの放送を及びフール内での2011年6月20日より NTT ドコモのアイモード向け動画配信サイトビトブにおいて第65話までが配信された。2018年2月17日より日本のディズニー XD でリブート版となるダックテールズが 放送開始された。擬人化したアヒルを中心に犬や豚も登場する。担当声優は言語版、テレビ東京版、バンダイ版、ワウワウ版の順で示した。太字はソフト化されているエピソード。本作を元にしたゲームソフトがカプコンから発売されている。 月面ステージの BGM は後に横浜 DNA ベイスターズの応援団がチャンステーマとして使用している。また、セガが1991年にドナルドを主役にしたラッキーダイムケッパーというゲームを発売しており、これにはスクルージやミッツコたちが登場するなど本作の設定が使用されている。ありがとうございます。